寿司です。侍です。寿司侍です。よろしくお願いします。悩み相談。男性は付き合ってないけど好きな女性に対して毎日 LINE をするものですか？女性は好きな人とかは毎日 LINE したいと思う人が多いと聞きますが、男性はどうなんでしょうか？付き合ってないけど好きな女性に対して毎日 LINE するものですか？いや、したいでしょって思っちゃう。好きならしたいよね、そもそもね。なんか逆に男性側からしてみたら、その女性は好きな人と毎日 LINE をしたいと思う人が多いと聞きますかっていうのがびっくりしてるっていう。あ、そうなの？なんかあんまりこう LINE をしたがる女性ってあんまりいないのかなっていうふうに思うんです。そんなことはある？そこまでいく？多分この人女性だと思うんですけど、この女性はこういうふうに男性のことをこうやって思うっていうのと逆で、男性も女性のことすると思う。やっぱ好きなこと LINE したいけど、相手は別にしたいと思ってないんだもんなみたいな。だからお互い思ってるってことだから、多分好きな女性に対しては毎日 LINE をするものだと思う。するものまで決めつけちゃいけないけどね。俺的にはやっぱりまあイメージ的には女性の方が LINE したいもの、ちょっと男性はめんどくさがりなものみたいなところはちょっとイメージあるけど、そうだね。まあその決めつけないで相手がどっちかって感じだよね。男でも好きな人もいるし、女でも好きな人いると思うから、むしろ女で嫌いな人もいれば逆もいると思うからね。本人に直接聞くっていうのが一番いいかもしれないですよね。毎日したいみたいな。聞くっていうか、その話の中で、この人こういうタイプなのかなみたいな。聞いてないやつ？想像ってこと？自分、他の話をしてる中で、あ、この人ちょっともしかしたら面倒くさがりだから、LINE とかあんましないのかもみたいな、その。LINE をするかしないかっていうことに対しての情報集めみたいな、直接 LINE するみたいな、LINE とか好きみたいな、まあ別にみたいな感じで言ってくれるっていうのだから、それだったら本音じゃなくなっちゃうから、それだったらいろんな他の話を聞いて、この人はこういう性格だから多分 LINE とかあんましないだろうなみたいな、そんなに仲良くしないのっていうふうに、リサーチするっていうのも意外と大事なのかな。相手のこと知れるし、まあそうね、そこでのジャグも大事だし、まあ、もし連絡して帰ってくるなら連絡してればいいかなと思って、相手のことリサーチしても分かんないけど自分の気持ちは分かるわけで、なるほど。そしたら、ね、自分がしたいからするでもまずはいいのかなと思って、ただまあそういうふうに相手のことを知れればちょっと気遣いながら、あんまり帰ってこなかったら同じようなペースで返してるとか、まあそういうところって感じだよね。まとめます。そうね、これは2つぐらいでまとまるかな。1つは、まあ男性は気になるけどまずは連絡するならしてみたらっていうのが1つと、あともう1つは相手のことをより知るためにたくさんリサーチをする、その2点だね。以上。ご視聴ありがとうございました。